その件ガチ検証。今回の入れた違いと違いますね。今日はあれですね、いただいたアンケートの結果をちょっと共有しようかなっていうふうに。なるほどね、そうやね、どしどしみんなね応募してくれてるからありがとうございます。ありがとうございます本当に。ペンネームあーちゃんさん、図鑑即熱が面白いって言ってくれて、ね、やってみようと思ったから。ああいいね、多分ねやらない方がいいよ。毛布程度でここでといてね、あったかいのは。ガチ検証でやってほしいテーマが、勉強の合間の短い睡眠は効くのかっていう。ああ仮眠的なやつね。高校生でもあれですね、コーヒーとか途中で多分飲めないんで。確かにね、図鑑即熱しよう。マイティードッグさん、編集部の何でもやってみるぜというパワーを感じて、ありがてえ。検証してほしいテーマが、教材の紙を水で濡らしてしまった時に、冷蔵庫に入れると元に戻る。あ、そういうこと。ビシャビシャになったやつが乾燥してて乾くかもみたいな。そうです。雨のつけどころいいね、それは。僕らそんな体張らんていいよね。冷蔵庫入れとくだけですから。俺らに優しい検証ありがとう。ペンネームちゃんかつさん、検証してほしいテーマが、ヘリウムガスを吸った後にリコーダーを吹くとどうなるか。ヘリウムガス吸ったら、はい、まあ、声が高くなるんで、まあ、その上でリコーダーを吹くとどうなるか。それは面白いわ。これちょっと今度やってみよう。あ、いいですね。ちょっとやってみたいですね。はい、ペンネームシュウマイさん。はい、シュウマイさん。検証してほしいテーマが、塩と砂糖を同じ量だけ混ぜるとちょうどいい味になる。どんな味なんですかね、確かに。どーん、まあ、ちょうどいい。ちょうどいいってのは分かるやな。無理なのかな、味が。まあ、そう面白いと思う。しかもすぐできるしな。そうですね。普通に家でやればいいですよ。確かに。でもあえてそれをやるのがね、このガチ検証ですからね。はい、確かに。僕らがやりますか、今。やろうか、じゃあ。ガチ検証ということで、この砂糖と塩ですね。はい。はい、でまずは、はい、塩ですね。塩。で、同じ量だけこれ、砂糖みたいなやつ。なかなかこの量の水にこの砂糖と塩入れるのないけどな。確かに。いけるんかったですね。あー、怖い、イメージできんくて。お、いけますね。やっぱちょっとなんか甘みが勝つんじゃん。ああ、砂糖が甘いやつ、なんか口の中の存在感が強いイメージがあるから、はいはい、めちゃくちゃ怖い。いただきます。あ、しょっぱ。次回予告、苦手でもやってみるのが大事、もちろんガチで。次回、英語が苦手な人がオンラインスピーキングするとどうなる、お楽しみに。で、部活を通して学んだことは何ですか。面接みたいな。先生、メリハリがめちゃくちゃ大事ってこと。メリハリ、息抜きをすることで勉強頑張れるみたいな。まあ、大体寝てたけど授業中。なんか面接みたいな回答する。僕はあれですね、友達の大切さを学んだことですね、やっぱり。何やこいつ。気持ち悪い。